どうも、私がライでございます。皆さん、申し訳ございません。早めに言っておきましょう。申し訳ございませんでした。まあ、何かと言いますとね、私、現在こちらね、トレジャーマップ VS アバロピサロ編開催中なんですけど、編成動画ね、事前編成として私何本か動画を撮ってるんですけど、最初の無特攻編成に関しては動画内でも、事前編成でも出してますし、実際に周回してみたっていう動画も出してるんですけど、初心者も課金者編成の方ね、私、事前編成は考えていたんですけど、まだ周回してなかったんですよね。でコメントの方で結構いろいろね、ちょっとクリアできませんでしたっていうのが多かったので、それを一個一個返すのもね、大変かなと思いましたので、もう実際に動画にしちゃおうということで、ちょっと修正した編成ご紹介していきます。さあ行きましょう。いや本当に申し訳ないですね。いやー実際いけそうな感じはあったんですけど、やっぱちょこちょことね、ダメなところがありまして、なんでちょっと修正させていただきます。OK、まず乱入戦だけ取っちゃって、でも修正したらね、しっかりいけるようになりましたので、大丈夫かなとは思います。さあまずはこんな形でいって、乱入戦からですかね。ちょっとちらっと見ていきましょう。編成変わったところはそうですね、こちらですね。もともとベポ使ってたんですけど、ベポだとちょっときついなということで、ロビンを入れさせていただきました。で本来であればね、ギアフィフス必殺技使っちゃえば一応この防ギャップの足しには必要ないですと、いう感じですかね。ギアフィフスの必殺技使うのであれば、使わないで全1でいくってなったらこの編成になってしまいます。ベポを入れるのであれば、もともとロビンのとこベポにしていたんですけど、ベポを入れるのであれば攻撃力弾を解除できる、サポートを何体か入れないといけないと、いう感じにはなってしまいますね。一応言うと、ルフィのところにヒョウゴロウ、ルフィのところにヒョウゴロウで、ベポのところにロウ、速属性ローで攻撃弾2ターン剥がせますので、ロー入れる。で、ゾロのところにタシギの、攻撃弾2ターン剥がせる、このタシギ心属性タシギを入れる。そうすると6ターン分解除できますので、ベポを入れていても大丈夫と。で防ギャップ残り1ターンっていうのは、ギアフィフスの必殺技を使っていただければ1ターン分減らせるので一応いけるということで、全1で攻略したいのであれば、こうした方、ベポにした方がポイント的にも稼ぎやすいかなと。とりあえず今回はね、こんな形でいきましょう。さあ、モーリーも一応ね、今ハロウィンチケットの方でログインボーナスでもらえるハロウィンチケットの方で出るので、結構皆さん持っているかなとは思います。さあで、フレンド船長コビーをちょっと使わせていただきまして、やっていきましょう。さあ行きましょう。タシギね、タシギでもいいんですけど、タシギだとやっぱパーフェクト絶対取んないといけないので、ちょっとそこがね怖いところではあるかなと。さあ行きましょう。こんな形で膝短縮されるんですけど、ルフィがね、たまらないっていう、あれが膝ゲージがたまらないっていうところがねやっぱきついので、こんな形でいきまして、たまればね話は別なんですけど、たまらないんでね、今みたいに第一バトルの方でちょっと必殺短縮貯めるっていうのでもいいんですけど、でここではまずコビー超過使いまして、必殺封じ解除します。で、必殺使うことで船長効果の方で必殺封じを6ターン分解除できるので、残り1ターンという状況になると。でその状態でウソップ使いまして、残りを解除で、防ギャップと一定以上ダメージ軽減来て、普通のダメージ軽減来ているので、フランキー使って解除すると。で、残り体力1タイル効果あるんですけど、これはサーベル号の方で解除するという感じですね。で、超過使うことでダメージ軽減は無効化できますので、これであとはタップという感じですね。火力は十分出ると思いますので、こんな形でいってみてください。で、サーベル号で
1ダメージ与えて終わらせると。ね、ボス戦ですかね。まあ、ここではなんだどうなる、まあ、こんな形でスロットがお邪魔スロット変換と攻撃力ダウンであったり一定時ダメージ減防御アップという感じですかね。であと縄張り状態されると。でまあモイの方で一旦解除して恋グダンは交代になってる。で、ロビンを使いまして恋グダンを解除する。で、防御アップと一定時ダメージ減来てるんですけど、一定時ダメージ減はギアフィスの方でね、ギアフィス状態になれば、無効化できますので大丈夫と。で防御アップが一旦分ということでゾロでしっかりパーフェクトを取ると。そうすると剥がれますので、あとはこんな形でタップしていくと。でまあ最後ギアフィフスにすればギアフィフスの方でラッシュスゴ技で倒せると思いますので、まあ乱入戦はこんな形でいけるかなと。まあサーベル号だけ忘れないように気をつけてください。まあ一応これで配布キャラだけでもいけるかなって感じですかね。はい、まあ乱入戦はちょっとベポがね、ベポが思ってたよりちょっと使えなかったんですよね。ちょっと自分が勘違いしていたっていう部分もあるんですけど、ベポに関しては。そっか、ベポってあれか、攻撃グダウンそこまで剥がせないか。最低でも5ターンは剥がせると思っていたんですけど、頭の中でも私は。全然5ターンも剥がせなかったですね。剥がせて3ターンでしたね。全然剥がせないやんと思って。でもなんかまあ海賊公園の奇跡の時ちょっとこういう段5段分ぐらい剥がしてたような気がするんですけど、多分気のせいですね。ちょっとまあそれ言い訳になってしまうので、まあ完全にね私の不備でございましたと申し訳ないです。ちゃんと確認してからね、性能を確認してから動画にするべきでしたね。で続きましてこちらの編成、まあこれは変わらずですかね。フレンド戦長はギアフィルスを使っていくと。これは変わらずいけるかなって感じですかね。ギアフィフスを使っていきますと。で、まあ、必殺を短縮してくれる。まあ、タップで削っていきましょうかね。よいしょ。まあ、こんな感じですね。で、第2バトルも同じく。タップで削っていくと、よいしょ、こんな感じでいってみてください。で続きまして、あでまあそうだ、ここねザコゲラも来ているのでどうしようかなとは思ってるんですよね。ギアフィフスって全体か、まあこれしっかり必殺短縮貯めれば、まあ2発撃てばザコゲラ倒せるのかな。だからまあそこら辺はちょっと皆さんにお任せはするんですけど、しっかり膝短縮貯めてから行くっていうのでもいいですし、まあ一応この状態でも行けなくはないので、まあこうしていただいて、ガープ、ゾロ、ジンベ、A、しびれ状態中に当たるダメージ上昇で波使って、でダメージ軽減かかっているのでルフィの方で超過使うと。であとはタップで削っていくと、まあ、火力は十分出ると思いますので、こんな形で削っていけるかなという感じですね。まあこれは大丈夫そうなんですけど、まあそうですね、そこだけちょっとね、ザコゲラがどれぐらい体力あるかっていうところなんですけど、まあでも2000万ダメージ2回食らえば、200万ダメージか2回食らえば、まあさすがに倒せると思うので、ギアフィスの必殺技をしっかり貯めておくっていうのもまあありかなと思います。で、いきましょうか。で、次が、まあ、アバロプセロいっちゃいますかね。まあ、編成こんな感じになってまして、まあ、そうですね。まあ、これでいってみますか。まあ、なんか、ちょっとね、アバロプセロ編に関しては、ちょっとね、いろいろとギミックがややこしいっちゃややこしいんですよね。待てよ。8周年ルフィをちょっと使っていきましょうかね。行きましょう。まず必殺短縮されるでしょ。はい、必殺短縮されます。まあここは普通にタップで削っていって、よいしょ。で第2バトルも同じくタップで削っていく。
こんな感じで削っていきますと。あら、倒しきれんかったか。よいしょ。あ、そっか、黒ひげそこまで火力出ないのか。で、アバロピサロ来る、ダメージ受ける。でダメージリミットあると思うんで、これ一旦、稼いで終わらせる。はい、そうするとアバロピサロさんが回復しつつ、ダメージ無効をかけてくる。なのでこちらは黒ひげを使ってダメージ無効を解除した後に特殊割り込みが入ってきちゃうんですよね。こっち遅延しちゃってるので、なると有利効果打ち消しかな。うん、来ると、ルフィの必殺、はい、で、超化、ルフィの超化でチョッパーで回復しつつのダメージ軽減と。でこの状態でタップする、倒せる。でここで復活はしない、倒せる。あ、倒せるね。あ、じゃあまあこれでいっか。まあこんな形でいってみてください。まあ火力的には問題ないかなと。まあもっと火力出したいのであれば、フレンド船長のルフィの必殺弾を使っちゃっていいので、まあスロット影響 3. 点何倍とかになりますので、まあそれでさらに火力出せるかなと。なんか前回のね、普通に本気周回編成の方でやった時はなんか2回ぐらい復活してきたんですよね。それがようわからんくて2回復活すんのと思ってたんですけど、もしかしたらただのバグみたいなやつだったかもしれないですけど、続きましてこちら編成ちょっと変わってるんですけど、ウソップをキャロットに変えたぐらいですかね。いきましょう。それで大丈夫かなと。まあ、キャロットじゃなくても一応斬撃キャラであれば誰でもいいです。ただ、地属性にしている、とあの弱点つけるので、できれば地属性の斬撃キャラがいいかなという感じですかね。でなおかつ配布キャラであったキャロットを使っているという形になってます。でここでは必殺短縮されます。はい、タップで、あ、待って、ブルック使えばよかった、ミスター。ブルック使っちゃっていいです。ここはブルック2回使っちゃってっていう形で飛ばしていいかな。はい、で倒します。で次がバスコショット来る。戦場効果無効と必殺封じを赤髪海賊団と普通のシャンクスで解除すると。で超入れ替えで攻撃上昇を、モモの助でスロット影響を、でシャンクスで、遅延状態中に当たるダメージとか上昇を、でこの、このゴールド3人で、防御ターン中に当たるダメージが上昇している。あ、逆だったな、先こっち使ってからの方がいいかもね。そうだわ、遅延弱体か、そっかそっか。まあいいわ、それそれで逆に使っていただければ大丈夫かなと。まあ、もしくはまあ普通に遅延できるキャラとか、弱体化できるキャラを入れておくっていうのでもいいかなと。さあ、あとはタップで削っていくと。まあこんな形でいけば十分火力は出ると思いますので、まあこれで周回してみてください。まあ十分これで問題なくいけるかなと、今のところは。バスコショットは全然大丈夫そうですね。で次がシリュウなんですけど、まあ、ここはフレンド船長も同じくビビを使っていけば問題なしと。ビビ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 ビを使っていきますと。いやー大変だ本当トレマーの編成はね結構不備出ちゃうんですよね自分で。ちょっと大変っちゃ大変なんですよね。やっぱ6編成考えないといけないっていうのがね、またきついっていうね。さあ、ここはタップで削っていきましょう。まあ言い訳ですけどミスしてるのは別に忙しいからとかではないですよね。ただただ間違ってるっていうだけなんで、ただの言い訳になってしまうんですけど、あー削りきれんかったな。普通にタップミスしちゃったもんないから。よし、いきましょうか。で次がシリュウ来るんですけど、まあ、ここ気絶きますよということで3時につけてるプリンで解除されますと。
で、あとしびれとかも来てますね。まずビビ使って遅延中に当たるダメージを上昇させながら、次しびれを、エースの方で解除して、攻撃とスロット影響をブルックで上げて、サンジの方で初期値上げして、フランキーの方で防ギャップを、5ターン分解除すると。で、残りの防ギャップをビビの超過2回で解除するという感じですね。よし、あとはタップで削っていきましょう。よいしょ。火力的には問題なく出るかなと思いますので、まあこんな形でやってみてください。まあ主流の方も大丈夫そうですかね。ある程度は周回可能かなと。で、続きまして、次が最後ボス戦ですね。やっとボス戦まで来ました。さあ、暴力太郎行きましょう。平成こんな感じですかね。一応ベポ入れるのであれば、この2体を、にサポートはつけないといけないです。まあ、もしベポ使う、このね、サポートも使いたくないよっていうのであれば、もうベポのところをちょっと攻撃ダウン解除できるキャラにするしか、まあ方法はないですかね。まあ、この中で言えば、モーリーとかですかね、入れて対処するしかないかなと。はい。まあ、攻撃力ダウン他ですと、ジンベイ、モーリーであったりだとか、まあ、そこぐらいですかね。あ、まあ、一応、ホーキンスにページ1つけて2ターン分解除もできますと。うん。また大丈夫だね。行きましょう。まあ、この編成であれば問題ないかなと思いますので。フレンド船長はコビーさんを使わせていただきます。さあ、終わらせましょう。いやー、申し訳ないです本当に。いやー、トレマに関してはね、本当申し訳ないですね。これ結構いろいろミスっていたのが、また謝らなきゃいけないところですよね。なんか一つね、ミスってたりだとかだったらあれなんですけど、結構な編成がミスってたので、ちょっと皆さんにはね、せっかく編成を参考にしていただいたのに申し訳ないです。で、まあここでは、青生地2回かな、一足使って封じを解除していきますと。はい。で、お邪魔スロットになっているので、ホーキンスの方で解除するという感じですね。で、まあ一応、ベポ使ってもいいんですけど、まあベポ使ってもいいか、ベポ使うか、ベポ使いますと。で、あとタップでいきましょう。よいしょ。まあ、火力は十分出るかなと。はい。こんな形でいってみてください。で、次がボス戦ですかね。まあ、ここでは、ボス戦では、アバロピサが来るんですけど、戦場効果無効が来ると。まあ、4ターン分来るということで。まあ、これは、先にですけど、先にロビンね、ロビン使って解除しちゃいましょう。はい。で、コビーを使ってスロット影響を上げていく。で、超過使う。はい、超過使うと。で、ルフィにつけてる兵五郎で、残りの攻撃弾を解除する。はい。で、まあ、ベポ使って属性圧縮強化ですかね。まあ、1回だけでいいかな。とりあえず使っちゃって、あとはタップで削っていくと。よいしょ。まあ、完全にしっかり火力が出ると思いますので、こんな形でやってみてください。またいろいろとね、編成が変わってしまったと思うんですけど、まあ、この編成でやっていただければ問題なくいけるかなと思いますので。で、まあ、しっかり配布キャラとかも使っていますので、初心者とかでも全然組めるかなと思います。まあ、ということで、ちょっとね、夜遅くということでね、まあ、ちょっとテンション上げれてはいないんですけど、まあ、ちょっとこんな形で皆さんやってみてください。トレマ、最後まで皆さん頑張りましょう。まあ、ということで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。参考になっていた方はチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。